ゲーム業界。そこは女神と呼ばれる存在が国を司り、そのもとにメーカーキャラたちが集う現実とは異なる世界。ゲーム業界には4人の女神がおり、それぞれが統治する4つの国家によって世界が構成されていた。女神ホワイトハートが治めるルイ、女神ブラックハートが治めるラステーション、女神グリーンハートが治めるリーンボックス、そして女神パープルハートが治めるプラネテューヌ。4つの国は世界の覇権をめぐり相争いつつも、互いが互いを高め合うことにより微妙な均衡を保っていた。まだ記憶に新しい犯罪神と呼ばれる存在がゲーム業界そのものを滅ぼさんとした事件の際にも、4つの国は力を合わせ、かろうじてこれを退けることに成功した。それからわずかな時が流れ、ゲーム業界は再びかつての平和な姿を取り戻している。だがその平和も長く続くことはなかった。今まさに女神同士の新たな戦いが幕を開けようとしている。さあ、いよいよ年貢の納め時ですわよ、パープルハート。いいえ、ネプテューヌ。迂闊だったわ。まさかあなたたち3人が手を組むなんて。ほら、こういう時は1人ずつ頭数を減らすのがセオリーじゃない？特にてめえは最後に残しとくと厄介だからな。真っ先に死んでもらうぜ。こんな時にネプギアがいてくれれば。あの時、私が見捨てたりしなければ。はっ、今さら後悔しても遅えんだよ。さあ覚悟しやがれ。ご安心なさい、なぶり殺すような真似はいたしませんから。一瞬で楽にして差し上げます。とどめは私がもらうけどね。負けない。たとえあなたたち3人が相手だとしても、私は勝利してみせる。油断はしない。本気で行くわ。クロスコンビネーション。やっと私。これがステーションの女神の本気よ。
覚悟はでっかんだって叩き切る超特急の全部の一撃覚悟はよろしい。あなたにはここで果てていただきます。やっと私の番。これがラステーションの女神の本気よ。このまま勝利は私がいただきますわ。何言ってるのよ。ネプチューヌさえ消せばあなたたちなんて敵じゃないんだから。もうずるいよ。3人で寄って集まってこんなの卑怯だってば。人聞きが悪いわね。たまたま3人の利害が一致しただけよ。人徳とか日頃の行いというものはこういう時に返ってきますのよね。だから私も一緒にやりたいって言ったのに。ごめんね、ネプギア。このゲーム4人用なんだよ。ネプギアの順番だったのにあなたが無理やり割り込んだのが悪いのよ。自業自得だわ。少し待ってて、すぐに私が勝って終わらせるから。皆さん。あ、リンス、ちょうどいいところにおせんべい切れちゃったから持ってきてくんない？私はできれば甘いものが欲しいわ。それなら私がお土産に持ってきたクッキーがあるわよ。いいですわね。でもクッキーでしたら緑茶よりも紅茶をいただきたいですか？それじゃあ私入れ直してきますね。ほら、ぼーっとしてないで早く早く。行くよ。あ、こら、勝手に始めるんじゃないわね。私は少し休憩するわ。体力がありませんわね。私はまだまだ何十時間でも行けますわよ。皆さん、いい加減にしてください。ネポ、何？どうしたの、イース？いきなり大声を張り上げて心臓に悪いですわ。大声くらい張り上げます。来る日も来る日も4人集まってゲーム三昧。あなた方は女神なんですよ。国を司り人々を導かなくてはならない女神がいつまでもだらだら遊びほうけててどうするんですか。あれ、いいすんてば、珍しく本気で怒ってるの？まあ、イースンさん、少し落ち着いて。これが落ち着いていられますか。ネプギアさんもネプギアさんです。いそいそとお茶を入れたりお菓子を出したり、そうやって甘やかすから皆さんは全然お仕事しないんですよ。ごめんなさい。まったく、ネプテューヌさんは仕方ないとしても、ネプギアさんは真面目で優秀な方だったのに、どうして。それは…ほら、お姉ちゃんたち、この前の戦いの時に散々な目に遭っちゃったし、少しは優しくしてあげなきゃダメかなって…そうだよ、そうだよ。女神にだって休息は必要だよ。あれ以上働かせようなんて、労働基準法違反だよ。あの戦いから何年経ったと思ってるんですか。ああ、もう二人とも、そこに正座してください。今日という今日は
女神の心得というものをたっぷりと教え込んであげます。ちょっと待ってよ、二人って他の三人は？それではネプテューヌ、私たちは失礼させていただきますわね。あんまりイストワールに迷惑かけるんじゃないわよ。君子危うきに近寄らずね。早っ、逃げるの早っ。ずるいよ、三人とも私のこと見捨てるの。黙って聞いてください。いいですか、そもそも女神というものはですね。はじめまして、それともお久しぶりですでしょうか。イースンさんのお説教が長くなりそうなので、その間に私たちのことをご紹介させてください。まず私はお姉ちゃんの、じゃなくてプラネテューヌを治める女神パープルハートことネプテューヌの妹で、私みたいな女神の妹のことを女神候補生って言って、私の他にも、それはまた後でご紹介しますね。今お姉ちゃんと一緒にゲームをしてたのは他の3つの国の女神たちです。ラステーションのノワールさん、ビーンボックスのレールさん、そしてルウィーのブランさん。いつも口喧嘩ばかりしてるけど、4人ともとっても仲良しさんです。そして今私たちにお説教してるのがイストワールさんです。私はイースンさんって呼んでます。プラネテューヌの教会の教祖をしていて、お姉ちゃんや私のお仕事を手伝ってくれています。なんでも人間でも女神でもなくて、人工的で超高度な存在らしいんですけど、ごめんなさい、実は私にもよく分かってなかったりします。それで今のゲーム業界はすごく平和で、だからお姉ちゃんたちも毎日遊んでばかりいるんですけど、以前犯罪心っていうのが復活した時にはゲーム業界全体が滅亡しそうになっちゃって、その時はお姉ちゃんたちもすごく真剣に戦ってくれたんです。つまり何が言いたいかっていうと、お姉ちゃんたちはやるときはやる人たちなんです。たぶん、そろそろお説教が終わるみたいです。話の途中ですみません、続きはまた後で。今日のところはこれくらいにしておきましょう。やっと終わった。足がスタン状態だよ。誰かパララキシンを。待ってお姉ちゃん、私もまだちゃんと歩けないから。で、お二人はいつまで寝転がっているつもりですか？だから足がしびれて。いいっすんてば、話長すぎ。ほら見てよ、私の可愛いふくらはぎがプルプル震えて。私は今女神の心得についてお話ししましたよね。はい。当然お二人は改めて女神の使命の大切さに気づいてくれましたよね。まあ正直半分も頭に入ってないけどね。しー、そういうこと言っちゃダメだってば。だったら今すぐお仕事して実践してきてください。真面目に仕事してこないと、もっと怒らせちゃうかも。もう仕方ない、不本意だけど、ちょこっとだけ仕事してこようか。不本意って、そんな。
お仕事するときは基本的にこうやってクエストを受けに行くんだよ。女神なのに自分からお仕事もらいに行くなんて庶民的だよね。お姉ちゃん誰に話してるの？気にしない気にしない。そんじゃネプギア、適当なクエスト見繕って。うん、どれがいいかな。Thank you.
仕事お仕事、頑張ろうねお姉ちゃん。おお、張り切ってるねネプギア。それになんだか嬉しそうだしだってお姉ちゃんと二人きりでお出かけするの久しぶりだし。そうだっけ。そうだよ、お姉ちゃんってばずっとノワールさんたちと遊ん